なぜ御堂筋はあんなにも自分勝手なんや。たまにはキャプテンとしてビシッと言ってやった方がええんか。石垣くん。ああ御堂筋くん、なんや。頼み事があるんやけど。御堂筋が俺に頼み事、珍しいな。なんや、言うてみ。お金くれへん。は？なんでや。なんで僕が教えなあかんの。そりゃ何に使うかわからんもんね。金なんかやれるか。ふん、ほんならええわ。しかし、あの御堂筋が俺に頼んでまで何を買う気や。気になるな。待て、御堂筋くん。ああ、わかった、少しだけ貸したる。せやから何に使うかだけ教えてくれ。キモ、何気になってるん。ほんまキモいな。ま、そんなキモい石垣くん、特別に教えてあるわ。僕が欲しいんはギャルゲーや。いや、本気で言ってんのか。僕はいつでも本気やよ。新作合わせて10本分やから。せやな、15万円は欲しいな。15で、そんな大金あるわけないやろが。はぁ、あ、教えたらくれる言うたや。誰もやるとは言うとらん。それに持ち合わせがないんじゃ仕方ないやろ。あ、そう、ならええわ。知らんで、僕何するかわからんで。ええんかな、部内から犯罪者なんか出たら最後のインハイ出られへんな。わかった、僕に考えがある。